どうもこんにちは、朝4時のゆうころです。ちょっとあんまり大きい声出せないんですけど、ちょっとメンテ終わりました。早っ。これも全部実装されてて、例えばオーディン編とかもね、クエストダンジョン来てるしね。ちなみにオーディン編はね、今日夜配信であるんで、ぜひとも、よければ一緒に皆さんやりましょう。はい、まあ、夜じゃないかな、昼間ぐらいにやるかな、わかんないけど。で、壊滅極限殺し屋も来てるしね。で、まあもうなんかいろいろ来てるわけですよ。今回なんですけども、このね、新しく来たアップデートをね、皆さんと一緒にね、おさらいというかね、実際に見ていこうと思います。まずやっぱパズドラパスからだよね。まあ、これ1週間無料なんですけど、一応言っておくとね、これスケジュール的なものがあって、そう、これ無料の人ってもらった日から1週間なんで、ちゃんとタイミング見て使った方がいいよ。例えば今日使った場合って、プラスポイント297で、水曜ラッシュ、水曜ラッシュ、ニジピ、金曜ラッシュ、ノエル、金曜ラッシュ、金曜ラッシュまでかな。いや違うわ、ここまで11日までしかもらえないのかな、1週間だから。それに対してこの年末とかにやると、26遅延、27宣伝玉ドラ、イベントメダル、P、ノエルドラゴン、キングターン、ゴッドエス的な感じでね、20だから1234566かなが結構美味しいと思います。なんでね、使うタイミングにはくれぐれも注意してください。まあ、今回僕はねバリバリ課金するんで、ちょっと課金してみましょう。カット。はい、買ってみました。これね、自分で iTunes から解約しないと、クレジットカードとか登録しなきゃダメなのかな？ずーっとね、課金され続けちゃうんでね、もし解約したい方は必ずね、登録した後ね、解約してください。はい、こんな感じだね。はい、自動更新なんでね。で、ちょっと実際に見てみようか、パズドラパス。すげえ、一瞬固まった。まず、チーム編成が、はい、もう最高。これめちゃめちゃ嬉しいんやけど。これやばない？これ。神なんだけど。うわ、最高だ。好き。マジで好き。で、他には何があるんだっけ？あ、チーム編成、ラン経験値 5% アップと、さらにね、こんな感じで来る。うおー、なんだこれ。パズパスだ。こんな感じでもパズパスが来ると。ちょっと実際にやってみようか。まあ、多分ダンジョンしたらすげえ簡単だろうね。はい。まあ、こんな感じで普通にすぐクリアできるダンジョンなんですが、まあ、これでね、プラスポイントとかが毎日もらえるんで、まあ、毎日ログインの報酬が増えるってことだね。まあ言ってもでもね、別に無課金勢の人はね、一度切れダンジョンも来るしね。あ、で、こんな感じで 5% アップって出るんだね。すげえ。ちょっとスクショしていいか。すごいね。なんか明らかにさ、ちゃんとしてるね。で、まあもちろん一度切れダンジョンとかもあるからね。そこまで心配いらないと。あ、で、パズドラパスダンジョンみたいなのもあるんだね。へえ、こんな感じになってます。すごいね、めちゃめちゃ。これがパズドラパスと。じゃ次ちょっと見てみようか。さあ、続きましてこちら。8台リセットですね。見ていきましょう。ありがとうございます。アッキーさん、ありがとう。すごいね。まだメンテ開けて20分で俺に、ちょっとマジか、ありがとうね。でね、ちょっとね、はい、こんな感じでまず8台リセットね、まさに今来てたんだけど、まずね、こちらフレンドのところから親友選択プレゼントがリセット、そしてメモリアルガチャ5種類と、さらにお得セットガチャと。まあ、ちょっとせっかくなんでこれ引いちゃいましょうか。まあね、800の人に関してはガチャ5回分来ると。で、課金490円してあげれば6回分ガチャ引けるんでね、まあ結構ありがたいと思います。まあ150円とかに関してはね、そんなにいいキャラが出ないけどね。正直800に関してはごめん、僕の前の動画でイナ出ないって言ったんですけど、イナとかも出るっぽいんでね、結構レアなキャラも出て、かなりありがたいガチャになってます。はい、はい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 。で、ここも引きましょう。はい、もうどんどん引いていきましょう。ランク500は何だっけな、ちょっとあんま覚えてないんだけど、カラット系だっけ。そうだね、カラットとか陽気比とかそこら辺のキャラだね。で、こっからが本番かな。ランク700が星7確定ガチャだったはずがする。まあだからゴッドエースだね、普通に。最近強いオイフェだ。オイフェに関してはね、覚醒オイフェ、意外とこれ本当に強いんで、バインド耐性ないこと以外は。普通に使えるキャラ出ましたね。で、まあまあまあ、でも本編はやっぱここでしょ。ランク800メモリアル。フェス限確定なんで、まあもう、星7フェス限なら、まあ基本何でもいいんだけど、正直。っていう感じでね、星7フェス限が出るという感じの、まあちょっと結果に関しては僕は何とも言えない結果ではあったんですが、まあ一応交換ためにあるからいいでしょう。こんな感じがね、メモリアルガチャになります。そしてお得セットガチャ、これも来ますよ。これはね、490円課金した方限定なんですけど、まあ一応ね、パズドラパスとかもあるんで、一気に課金するのもあるかもしれないですけど、まあ一応ね、ガチャ引けます。で、まあ魔法石10個と、友情ポイント1万かな。これがまあ490円で買えるんで、少しお得って感じになってます。まあまたね、親友とかプレゼントは僕別の動画で使いたいんで、またちょっと別ので募集すると思います。はい、そんな感じがね、続きましての8台リセットとなります。はい、次行きましょう。さあ、続きまして、これは結構 YouTuber の人とか動画投稿する人からしたらめちゃめちゃありがたいね、アップデートにあるんですが、このね、オプション、はい、その他押してもらって、オプション押してもらって、ダンジョン押してもらって、このね、ここね、攻撃映える表示あるじゃないですか。
この、わかる？分身してる場所ね、ここ今。ここのね、攻撃倍率表示押していただければね、これで、ダンジョンの時にね、あの、モンスターのキャラの上に攻撃倍率が出るんですが、それがアップデートされたということで見ていきましょう。ちょっと一回せっかくなんでね、ちょっとスキル貯めますね。はい、カット。はい、なんかでもすごくて、まずこう1コンボするだけでもこれでね、見てほしいんだけど、ほら、6.05 倍とかっていうね、キラーと属性相性以外全部出るようになりました。じゃあ、要打ってあげて、ちょっと盤面見ながら、まあ、あ、いいね、ここヘルケナウト。で、これでリムルル装備使って、イベルカーナ打ってあげて、ちょっと一回無効管作んでみようか。無効管2つ組みながら、ちょっとコンボしますね。いきますね。はい。ちょっとごめん、朝一パズルだから、パズル下手っていうコメントは受け付けます。こんな感じかな、まあ、とりあえず無効管2個組んであげよっか。でね、これでちょっと軽く見ててほしい。この攻撃倍率のところにね、ちょっと見てほしいんだけど、これでだいたい526,000倍要出てんのか。っていう感じでね、あの、今まで結構分かりづらかったんだけど、あの、すごい分かりやすくなりました。一回ちょっとこのまま普通にコンボを組んでみますが、倍率がね、どんぐらい出てるかっていうのがめっちゃ分かりやすくなったんで、例えば今の場合だと、7コンボ強化、ドロ強、烈強化はなかったか。まあ、無効貫通とかだね、全部含めて57万倍出てるってことが分かりましたよ。で、だいたい1列こんな感じで組んであげると、これで、174,000倍、イベルカーナ41万倍ぐらい1列で出てるということが分かると思います。これで要が25万倍、イベルカーナが47万倍、っていう感じでね、すっげえ分かりやすく軽く見えるようになりました。まあ、これはね、あのね、本当に地味にありがたい感じかな。まあ、攻略とかに関しては全く変わりはないんだけど、やっぱ普通に攻略してる点でもね、あ、こんぐらいは入れててるんだっていう、そのなんだろう、見てて面白い基準にもなるからね、ぜひともオンにしてください。これがね、一応攻撃倍率表示の変更点になります。だいたいエンハンスなしでこのパーティーは17万倍ぐらいイベル感出てるんですね。意味わかんないですね。次行きましょう。はい、続きまして、輪系の実装ですね。ホノリン、アワリン、モリリン、ヒカリン、ヤミリンと全て実装されます。で、どうしようかな。とりあえずホノリンでいいかな。ちょっと一回ホノリン進化させてみましょう。こんな感じでドットリンを5個使ってあげることで、ドットリンってなんだっけ、なんだっけ、ちょっと名前忘れた。はい、ちょっと待って、名前思い出していいか。あ、ドットリットですね。ごめんなさい。ドットリットを使ってあげることによって、どこ行った？ホノリン？いましたね。こっちドットホノリンですね。リアード4のドットホノリンが作れます。で、この子はね、無効貫通3つ持ちに非軽減とか持っててね、まあ前いっぱい話したんだけどね、あの、本当にリーダーとしてもね、かなり強いんですよね。ちょっと実際に使ってみましょうか。一回ちょっとホノリンよりも佐伯が使える、このね、ワルリンの方が分かりやすかったんで、ワルリンでいこうと思います。いきましょう。で、まずシンプルにね、そのね、花火とか打たなくてもね、まず6個消しで火力が出ます。それなりには、はい、ちょっと佐伯との相性が悪いんであれですけど、まあ一応ね、それなりに火力は出せます。で、まあね、式神使ってあげて、ちょっと一旦闇の無効貫通組みましょうか。まあ、佐伯含めどちらもね、無効貫組んであげるとまあまあ強いんで。はい、これで大体火力がワルリンがね、はい、こんな感じで2800万ぐらい出て、プラスね、追い打ち1ダメージもできます。ちょっと今ね、もうワンパンしちゃってるんですけど。で、何より強いのがね、ワルリンこんな感じで組んであげると30倍出るんで、いきますよ。これで、もうすごいでしょ。ごめん、ちょっと俺も終えてない今、何が何か。でもとりあえずね、奥ダメージ軽々出せるんですよ。そんな奥ダメージ軽々出せるリーダーがただのダンジョンキャラ、やばくない？これもあくまで今回ね、あの、ソロで使っててちょっと微妙な感じかもしれないんですけどね、あの、周回編成とかで活躍するのはもう間違いない未来だと思います。はい、もう間違いないです。なんでね、特に今これから周回編成見ながらね、欲しいと思った方はね、ぜひともノーマルダンジョン行ってね、ドットリン系ですね、すべて作るようにしましょう。まあね、コストも結構安めなんで作って損はないと思います。はい、これがね、ドットリン系のね、実装となります。次行きましょう。さあ、続きまして、新ダンジョンの追加ですね。まあ、まずは、オーディ編ね。最初に言いましたが、オーディ編も追加されました。これはね、またね、僕後でやりたいんでね。ちょっと一旦今回は触れません。まあ、ただね、ストーリーダンジョンのオーディ編が追加。そして、テクニカルダンジョンに、壊滅極限コロシアム特殊濃紺ということで、こちらが実装されました。これちょっとね、行きたいところではあるんだけど、一旦この動画では行かずにね、行くとしたら次の動画で行こうと思います。ちょっと僕、本当に今日ね、あの、用事があるので、どうだろうね、夜に上がるかもしれないんですけどね。まあ、勝てるなら頑張っていこうと思います。はい。で、なおかつ最後に、こちら、潜在玉だら枠解放の実装ですね。まあ、これに関してはね、あの、壊滅極限コロシアムと一緒の感じなんだけどね、この枠解放玉だらを使ってあげると、転生進化しているキャラだね。例えば、ホルスとかですね。こういうキャラ、
わかりますか、7枠目8枠目がこれでね一つずつ開いていくということで、そんなね新キャラ潜在玉だる枠解放が実装されました。ホルスの場合例えば体力キラーを打ちつければねもう火力 5.06 倍だからねキラーだけでやばくないっていう感じでね新しく潜在玉だるが追加されました。まあという感じですかね、これが一応ね新情報となります。じゃあ最後に潜在玉だる枠解放シャレにちょっと行ってね終わりにしようと思います。さあ行きましょう。ちょっとねグダった場合ねカットしますね、これバレないように。うん、ちょっとあんまりねグダグダね動画時間長引かせたくないんでね、ちょっとねあまりにも敵が強い場合はカットしまくろうと思いますが、多分これはそんなに難しくない、普通にそれなりにやってる人なら勝てるのダンジョンだと思うんでね。ここミナカかな、ここミナカ使ってるんだけどね、ではコスト低めなんでとりあえずは一旦ね倒して4回層プレッシャーを倒しました。過去形そんな難くないね、やっぱり。うん、まあ、ちょっとこれ多分あれだね、極限コロシアムのキャラから抜擢されてるのかな、多分だけど。ってことはその理論でいけば、まあ次、オルファリオン来ると思うんだけど、どうなんだろうね。昨日極限コロシアムやったからさ、多分そんな気がするけどね。マキナだっけとかもいるしね、バリバリ。ちょっとなんだっけ、最初に出てきた子がいるかわかんないけど、カメオだっけ、忘れた、もう。宝石姫使わなすぎてわかんないわ。はい、オッケー、とりあえずまあ倒していきましょう。いや、てか、イベル感41万倍出てるんだね、しれっと。はい、ボス。あ、そっかそっか、ボスこの子か。なるほどね、オルファリオンは来ないんだ。まあ要使ってイベルカーノ使って、まあ最後せっかくなんでちょっと軽く出して終わりましょうか。はい、行きまーす。あ、でもまあそんなまんまも色悪いし、まあいっか。はい、こんな感じで十分でしょう。光の向こう側2個組んじゃったけど、もそんな意味ないと思うけど、まあ一応これでぶっ倒していくと。はい、こんな感じでね、弾道したらすごい簡単でしたね。はい、じゃあこれで見ていきましょう。この報酬で潜在玉たら枠解放がもらえると。地味に 5% アップありがたいの。はい、この子ついに来たね。スクショ失礼します。はい、でこの子をまあちょっと僕使うけどちょっと決めてて、もう普通にランダムでせっかくなんで白につけようと思います。潜在覚醒でね、こんな感じで6枠全部つけてから、はい、これをねつけてあげると枠解放。初めてやるんだけど、ちょっといくよ。決定的瞬間いきます。はい、はい、これが出てね、こんな感じで解放ができると。もうパズドラの公式サイトとほぼ何も変わんないんだけど、これでねこんな感じで枠が開く感じになってます。はい、でまあ一応ね最大で2体までね合成できて、8枠まで開けれるんでね、まあ一応理論上8枠まで開けた方がやっぱ強いので、まあ、あくまでこれはね1枠はおまけって感じだね。まあ8枠目までぜひ開けましょうっていう感じです。まあこれが一応ね潜在覚醒玉ドラ枠解放の解説となります。はい、まあ、最後に既存キャラ強化について、まあ、アキレスという新キャラが実装されるのはまあね、前話したんでいいとしてね。一応ね、忘れてる人多いと思うんで、これかな？はい。一部モンスターの能力を調整と、ハーデスとかね、ここら辺が調整されました。で、まあ、基本的に僕あんまり興味ないキャラが多いんでね、一応ちょっと飛ばすんですが、まあ、僕がね、ちょっと知っておいてキャラとしてはね、ここら辺のキャラ。まずはね、ヴィーナス。あ、ごめん、こっちじゃないわ。こっちね、超転生してるってこともあってね、潜在拡張ともね、相性いいんだけどね。はい、指延長プラスが1個増えましてね。そう、指が1秒伸びたんでね。結構、光属性使いの方はおすすめなキャラですね。で、あと僕前回ちょっと勘違いしたんですけど、シェザル。ちょっとタイピングができないんだけど、シェザルですね。はい。こちらのシェザルがね、地味にスキルブースト1個増えて、なおかつね、雲耐性も増えたんでね、かなり使いやすくなりました。リーダースキルも、ね、結構強くなってます。はい、前回に比べたらね、3倍から12倍に上がったのかな。結構伸びてると思います。そんな感じでね、一応まあ既存キャラの強化も入ってはいるんでね、まあ、もし気になる方はね、ぜひ見てみてください。まあ僕はね、あんまりまあ、これのキャラ使わないんであれなんですけどね、まあ地味にいろんなキャラ強化入ってるんでね、気になった方は公式サイトでね、確認してから自分のボックスで確認してみてください。そんな感じじゃあね、本当に今回の動画ここで終わりにしようと思います。またね次の動画で、壊滅極限コロシアム頑張っていこうと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。